はようございます。香織です。私は引っ越しの後ようやく、家の中の事柄はいろいろもう解決してきて、ですると街に目を向けられるようになったというか、新しい街でどこに何があるのかとかね、どのお店が人気なのかっていうこともいろいろ気になり始めているのですが、一軒ね、気になるお店を見つけて、そこはね、よく行列ができているんですよね。でも私はそれを食べることはまずないという種類の食べ物屋さんで、っていうのは私はどんなにお腹が空いていてもラーメンを食べるという選択肢はここ何年ありませんっていうかね、なぜか小麦粉の塊みたいのはあまり食べたくないっていう思いがあり、でラーメンはねここ何年か避けてたんですよね。ただその行列のできるお店が気になるのは、時々子供も並んでるんですよね、その親に連れられてね。でもそのラーメン屋さんはチェーン店でもないし、ファミリーレストランみたいな感じでもないし、子供がそこに並んでいる姿がちょっとこう不思議な感じで、ますます気になるというラーメン屋さん でそこはねチェーン店ではなく、名字のついてるねラーメン屋さんでした。じゃあ小林ラーメン店と言いますね。で私は何を思ったかね、そのお店にね入ろうと思ったんですよね。で行列に並びました。でそこは直射日光が当たる位置なんですよね。だから暑い中その行列をしていますで、やっと順番が回ってくるという、システムというか、お店の中が狭いので、外で待ってもらわざるを得ないというお店だったんですよね。で私の前に並んでいた女の子がその人は一人だったんですけれど、二人と言って後から彼氏が来ますみたいなことを言ったら、そのおかみさんですよね、小林ラーメン店のおかみさんが最初は笑顔だったんですけれど、ちょっとこう顔色が顔つきの雲行きが怪しくなるっていうか、ちょっと顔をしかめて、暑い中並んでいただいているのでちょっと後にしてもらえますかと、そのお客さんの入店をね断ってたんですよね。で私それを見てちょっと驚いたっていうか、このお店はお客さんに対して平等に扱うんだとね。だからその抜け駆けみたいのは許さないし、暑い中並んでいるお客さんを大切にするという、そういうポリシーのお店なんだなということが、まずその行列してる時点で気づき、でやっとこう入店できて、券売機がまずあります。で店内はね外からは分からなかったのですが、10席くらいある小さなお店で、そんなにおしゃれな作りでもないのですが、小綺麗だなっていうね、その清潔感がこうすごく伝わってくるような、爽快な空間っていうか、気持ちの良い空間でしたとね。で私は今日の一日一食はここで済ませるんだという思いで、その店の中のね、こう一番ボリュームのあるメニューを食券を買いました。でそのネーミングがね、なんか面白いんですよね一度聞いたら忘れられないようなそのメニューのネーミングになっていて、でそれを頼み待つことしばしで、その特徴はあったんですね、こうどういうメニューでして、まずそのね小林ラーメン店は麺が自家製ですとありました。で私はそこはそれほど気にしていなくて、でその最もそのお店の中でボリュームのあるメニューは太い平打ち麺ってあったんですよね。でそうなんだと思って注文して、そのメニューが出てきました。でね
その面をよく見ていると、なんか黒いプチプチがあるんですよね。で、これもしかして全粒粉で作った麺なのかと思いつつ、それを食べているうちに食べても食べても終わらないっていうかね、でもすごく美味しいわけです。スープとかも、もう一からこだわって作っているんだなっていう感じのスープで、でそこは多分夫婦で切り盛りしてる、ご主人がその自家製ラーメンを使った、自家製麺を使ったラーメンを作り、で奥さんがその接客を全部受け持つという役割分担がしっかりなされていて、でご主人は奥の方にいるのですが、お客さんの様子を見てるらしいことは分かって、お帰りになるお客さんに対してはそのご主人がもうなんかすごく心を込めた感じで、ありがとうございますって必ず声をかけるというご主人で、で奥さん奥さんでその券売機の説明から店のシステムをこうざっとお客さんに説明をして、で券売機で使えないお札があったらすぐ両替してくれるというような、もうきめ細かく奥さんが接客に対しては気を使っているというお店で、でなるほど、ここだったら子供が来ても気兼ねなく一緒に食べられるっていう、その奥さんの気遣いがあるから、ああ子供が並んでいたんだなということが分かり、でその後ね、驚いたことが、私がその店で最もボリュームのあるラーメンでも一杯なんですけれども、それを食べた後全くお腹が空かない。いつもはね、昼ごろ食べると夜の7時8時にはうっすらお腹が空いてきて、翌朝はもう かなり空腹という一日一食生活だったのですが、その小林ラーメン店のねボリュームメニューを食べたら全く空かない、お腹が空かない、かといってもたれているわけでもない。で私は家に帰ってそのお店のことをいろいろ調べてみたら、その自家製麺っていうのはやっぱり全粒粉で作っていたんですよね。だから小麦を余すところなく、こう胚芽とかその栄養分を捨てないでお粉にしたものが全粒粉ですよね。でそれで麺を作り、で確かに私の頼んだメニューっていうのは太くて平べったい、だから食べてる途中ね、これパスタだなっていうね、すごくこうボリュームのあって栄養のあるパスタをいっぱい食べてるなという感覚があり、で全くお腹が空かないで、すごくねコストパフォーマンスがいいっていうか、まさかラーメン一杯でこの一日一食の重要な食が、食もお腹も満たされるとは思わず、でこのね何年かぶりかでね食べたラーメンで、なんか私の気持ちが満たされたのは、過去ね私が小学校の高学年か中1くらいの時に家から遠い町にピアノレッスンに出かけていて、たまに一人で外食したことがあったんですよね。でその時入ったラーメン店は食券を買うシステムであることを知らずに注文に来てくれるのかなと思ってずっと待ち続けていたら、誰も声もかけてくれず、で一人でやった券売機があるっていうことを気づき、もう待ち時間がね30分くらい待ってたのではないかと思えるくらい、なんかこうすごく寂しい時間を過ごしたという記憶があって、そこにいたねお兄さんがね、今思うともしかしたら16、17歳くらいの少年だったかもしれず、一人で待っているその女の子に店のシステムを教えるという、そのね
その時は私はすごく冷たいなっていう感じがしたんですよね。なんて冷たい店の人たちなんだろうと子供心に思って、でも今思うとそこにいた青年はこう何て言うんだろう、その店に対する愛情も何もなく、ただ生活のために働いていたかもしれず、で、かたや昨日出会った小林ラーメン店はとにかくこう店を盛り上げるということをご主人も奥さんも考えてて、そのメニューに工夫もあり、こう接客も温かく、すごく満足のいくメニューになっていて、昨日だからね、フラッと入ってみたお店で、過去の私の子供時代のラーメン屋で受けた冷たい記憶みたいなね、それもなんかふーっとこう表に出て消えていったなという、はい、もういろいろな意味で学ぶことも多く、素敵なサービスとメニューのある小林ラーメン店の話でした。はい、また街の様子などもお話ししたいと思います。最後までご視聴いただきアンカトー、またやります。ではまた、バイバーイ。